木村陸愛産工業大竹康平レディー薬局森谷康介三点製薬平岡蓮レディー薬局畑翔吾大塚製薬佐伯雅人関翔森田圭介小森コーポレーション坂東裕太富士通青木龍馬本田服部弾馬東映ネック一二三翔吾大阪府警小林光新電源工業飯島陸斗神アスリートクラブ船津翔馬九電工河村和樹東映ネックジャスティスソゲット本田竹内大地東映ネック以上の17名の出場です。
さあ1着でフィニッシュはホンダのジャスティス・サゲル、2着に入りましたのはトーエネックの沢村拓海。レース振り返っていかがですか？そうですね、今回は7月の18、そのぐらいに国連で日本記録を出してから初めての1500メートルの試合となったの で、また5000メートルのバンドさんであったり3000メートル上まで青木君であったり、こう1500メートルを主軸としてない人が結構いたので強敵で、でもそこら辺に負けたら初戦1500こんなもんなんだと思われちゃうと思ったので、そこら辺に負けたくないなという気持ちで試合に臨みました。改めて日本記録保持者として気持ちがいかがですか？そうですね、今回ちょっと調子があまり良くなかったので、負けるかもしれないと思ってたので、その中でもちゃんとこう最善のレースができたらこの順位取れたと思うので、それに関してはまた良かったのじゃないかなと、最低限調子の中でもまとめた、それはまたこの先その中でこう日本記録持ってるっていう中でこういい経験があったと思うので良かったです。来年再来年と世界大会がどんどん続いていきます。これからの目標を教えてください。そうですね、今3分35秒っていういい持ちタイムがあるので、このタイムをうまく持って海外レースとかでさらに日本記録更新してオリンピック世界選手権に出られるように頑張っていきたいと思います。これからも楽しみにしております。全体に日本人先頭の川村拓海選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。